私が今、お邪魔している場所、とても南国を思わせる、そしてイタリアも思わせる、とても素敵な場所、ホテル日光アリビラさんにお邪魔しております。ホテル日光アリビラから総務のこの方からお話を聞いていきます。自己紹介お願いします。はい、総務課砂川と申します。よろしくお願いします。はい、砂川さんよろしくお願いします。砂川さん、チャレンジデーってご存知でした？はい、ちょうどですね、私が来てちょうど去年から、はい、行って、まあ、私が担当して行ってますね、うん、はい、なるほど。じゃあもう読谷村がチャレンジデーに毎年、まあ、参加してるっていうのもじゃあご存知で、今日は皆さん何されてる、今日はですね、私ども2ヶ月1回の定例清掃ということで清掃を行っているんですが、はい、うんうん、ちょうどたまたまですね、こう、はい、今日ですね、うん、ちょうどチャレンジデーと重なって、はい、でそれで清掃活動、一緒に15分ウォーキングをしております。ほうほう、歩いた後に清掃、その周辺を清掃ですか？そうです、歩きながら清掃して、うん、でそれでですね、ちょっとホテルの周りも綺麗になればいいなと思っております。まあ、ホテル日光アリビラさん敷地内、まあ、建物の中もそうなんですけども、外周もすごく自然に囲まれてて、ゴミ一つ落ちてないっていうのはやはり砂川さんたちのこのスタッフの心配り、そういう清掃活動なんですね。そうですね、そう思っていただけるとありがたく思います。さすが口コミ、まあ、アジアのトップ、ね、ランキングの、ホテル日光アリビラさんだと思いますけども、砂川さん日頃からこういう清掃活動はしているというふうに聞いているんですけど、運動に関してはどうですか、アリビラさんは。そうですね、運動に関してもですね、スタッフが野球チームだったりバスケットボールチームだったり、そういったのをやって日頃からですね、皆さんスタッフ運動なされているという感じですね。砂川さんは。私はですね、たまにやってるんですけど、まあそんなにやってないような感じ。どっちなんでしょうね。なるほど。まあ、総務の、ね、皆さんを指揮する位置ということで、やはりそういう方がどしっと構えてないといけないので、砂川さんその位置でいいと思います。はい、ホテル日光アリビラさん、ね、沖縄ファミリーマートさんとのコラボ商品もスイーツも出されている、ホテル日光アリビラさんですので、こういうアリビラさんの食事も、ランチもディナーもすごくおすすめな部分もありますけれども、この周りの自然も見に、ぜひ皆さんいらしてください。ウォーキングをされている方も多いですよね、アリビラさんの周辺。そうですね、ちょうどお客様も多いですし、従業員の方もですね、うん、こういった清掃しながらやってますし、はい、結構多く朝から、うん、回っている方多いですね。はい、ぜひ沖縄にいらしている観光客の方、ホテル日光アリビラさんに宿泊してない方でも、その、外周を、探索できますので、気軽にアリビラさん来ながら軽くウォーキングっていうのもおすすめでございます。じゃあ最後に砂川さん、チャレンジデーまだまだ続きますけども、チャレンジデーに参加しようという PR を砂川さんから最後に一言お願いします。はい、ぜひね、こういった運動を日頃してない私でもですね15分、運動することによっていい気分になれますので、はい、皆さんぜひ参加してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。以上、ホテル日光アリビラ総務課の、砂川さんからお話をお聞きしました。ありがとうございます。